収束、福島の収束というのは可能なんでしょうか。まあ、相当難しいと思うんですね。あ、そうですか。まあ、何十年どころか何百年オーダー、何百年かかるんですか。いわゆる本体そのものですね。あ、そうですか。まあ、周辺は徐々に徐々に変わっていると思いますが、原発の本体そのものは結構大変ですね。あ、そうですか。はい。で、あの今日のドラマにもあったんですけど、あれはマーク1という一番古い方なんですよね、はい、その原発が日本にまだたくさんあるんですよね。福島だけではなく、はい、いくつかあるんですけど、中国電力とか、うん、それもまだ稼働してるんですか。稼働してるんですね。非常にそれは今、はい、止まってる部分もちょっとありますか、はい、なんかいつか先生の僕番組見てて、このまま、いわゆる原子力と原発というものは13ヶ月に1回定期点検しなきゃいけないんですね。それで再稼働するためにはその民衆の賛同がいるわけですね。そうじゃないですか。とりあえずは知事の同意がない。知事の同意がない。知事とそれから立地市町村の同意がない。手続き的にはあ、そうですか。はい。それは どういう、必ず、そしたら、例えばですね、再稼働をやめようとかいう運動があるじゃないですか。市民運動とか起こっても、はい、やっぱり、知事がこうしたらやってしまうものなんですか。これまでであればそうですね。佐川、阿波屋というところまで、ストレステストを菅さんが言い出さなければ、言ってたと思って。あの時やっぱり菅さんが言ってくださったのはすごく大きかったんですか。それはそうです。浜岡が止まりましたよね、はい、あれも大きいんでしょうか。大変な、あれはヨーロッパの基準で言うとあまりにも遅いしあまりにも緩いんですけども、はい、日本の基準から言うと大胆なんですよね。ああ、そうなんですか。メルケル首相は3月15日という4日後に停止、はい、もう10ドイツはもともと19機あったうちもう2機閉鎖をして17機だった部分の7機を4日後に、地震があった4日後に停止命令をして、はい、1ヶ月もう1機を停止しているので合計8機ですけど、日本は2ヶ月も、当事者の日本が2ヶ月も経って停止の要請ってお願いベースですから、まあ、ドイツに比べるとあまりにも遅いんですが。そうですよね。でも日本では今で考えられないんですね。なぜ日本だけこう遅れてるんでしょうかね。何か原因が。いや、それはなんというか日本の民政である日本の政治家が、表にもありますが、宮台さんと私の議論の中で、はいはい、日本人というのはルールに基づいて物事を進めるのではなくて、今あることが正しいと考えちゃうんですよ。今あるものはそれはもうすでに、なんていうか、今あることがルールであって、それを、まあ、ルールというか秩序、でそれは何ていうか、こう世の中普遍的なルールに基づいて今の現状があると考えるのではなくて、もうあることがそれが前提として、もうそれが社会の秩序なんだと無自覚に考えてしまうのが日本人の癖で。特性なんですか。これは東洋人ということじゃなく日本人の特性ですか。わかりませんけど、これはちょっと、安倍晋也先生だったか、溝口裕三先生だったか、溝口裕三先生か、はい、両方混ざってるんですけど、公っていう、パブリックっていうのがあるんですね、はい、でこれは日本で公とか公っていうと、お金のことを考えちゃうんですけど、あーでヨーロッパとか中国は天に、いわゆる自分とは他者の、でもあまねく自分たちを見ている点、まあ、いわゆる一神教の世界にも近いとも重なるんですけど、中国人にも天っていう概念がある、はいはいはい、で、そのいわば社会にあまねくものに基づいてルールを作るという、まあ、日本人にはそれがないんだと。そうですか。で、よく、人事異動とかで自分がどこか移動するときに、背景どうのこの
さて私義って小さく書くじゃないですか、はいはい、で私っていうのは恥って小さいものだっていうんですね、日本人のそれ概念で、で一番小さな私の概念は家だ、なるほど、で、今度外に家の外が公だっていうのが日本人の概念で、でも会社に行って自分がそのある会社の会員だったとしたら、その課がうちになって課の外が公になって、で今度課長が部長会議に行ったら自分の課がうちで部長会議が公で、部長は社長会議に行ったら部がうちがで、部の社長会議は取締役会が公ということで、だんだんこう入れ子構造になって、で日本は最後は朝廷ですね、朝廷ですか、日本という国が公であって、しかもそれを官、朝廷というお上に、お上が官に官公になっていて、でその外がないっていうのが、領域の方と言われる溝口先生とか、安倍晋也先生とか、そうですか、だからこう、社会全体を統治するルールっていう概念が持てないんですか、我々がそれ持てなくなってます、ね、あるあるもの、あることが正しいという、今あるものは、はい、もう守れない、原発は今あって動いてるんだから、それを止めるとんでもないやつだと、まあ、ただ常識的に考えて、日本は世界で原爆を落とされた国じゃないですか、唯一、はい、でその最も原子力にアレルギーがある国ですよね、それがどうしてここまで、もちろんまあ、原子力村 の、 大宣伝があったんでしょうし、その、マスコミも全部、ひっくるめて、政官マスコミですか、それから雇用学者全てひっくるめて原子力村が宣伝してきたこの40年ぐらいあるわけですよね、正直松太郎さんから中曽根康弘さんからずっとあるわけじゃないですか、それをずっとどうして、まあ、自民党政権がそうだったのかも分かりませんけども、なぜ、それをやめられないんでしょうか、まあ、今やめられない話と当初の話とはちょっと多分違うと思うんですけど、はいはい、当初の話はアメリカの、核を売りたいアメリカに、はい、正力さんとか中曽根さんが積極的に飛びついていた、そのどちらかというとえぐい話と、はい、つまり、アトムズ・フォー・ピースという原子力平和利用というアイゼンハワーの、はいはい、アイクテーマです、はい、これは実はアメリカがその潜水艦の技術であった、原子力の軽水炉の技術を商業化して世界中に売りまくるという宣言でもあったんです、あ、なるほどね、でそれで日本にも、日本だけじゃなくて、西ドイツ、当時の西ドイツ、フランス、イギリスはちょっと後でしたけど、スウェーデンとかですね、スイス、みんなそれに飛びついて、まあ、買っていった、いわゆるアメリカ の、まあ、軍事技術から発生してそれを売りたいというアメリカ戦略が一つですね。で、それに乗ったのが勝利さんであります。もう一つは、まあ、こっちの方が罪深い、ある意味罪深いんですが、日本の当時の、まあ、信頼されていた科学者の人たちですね、はい、例えば湯川秀樹とか西田さん、はあはあ、特に西田さんが言った有名な言葉が、はい、我々は原爆を落とされた国だと、はい、原爆を落とされた国がこそが原子力を正しく使う権利があるっていうふうに言ったんですね、つまり本当のその核の一番怖さのところまで突き詰めずに、このとんでもない技術をやっぱり平和に正しく使う権利は日本人にこそあるんだと言って、で要は我々一般庶民、我々ですか、一般庶民からすると片や商業主義、産業主義が、まあ、はい、あとメディアも勝利さん、はい、メディアからこういう形と、片や信頼すべき科学者がそういう非常に素朴な、ある意味なナイーブというかですね、愚直な発想で来たので、日本人全員がそこで思想の超念点を起こしてます、ね、核の被害者でありながら原子力を自分たちは正しく、しかもそれは夢のエネルギーなんだ、やっぱりそれは偉い人が言ってるからということなんです、それもある、そういうことなんでしょうね、結局その科学者が言ってるからそれを信じちゃったんですね、ですから当時の新聞のコピーとかこういろんなところで、まあ、残ってますが、原子力は夢のエネルギーな、ありますね、原子力自動車とかですね一家につらい原子力、なんかそんな話が、そっちはまあこっちのメディアから、なるほど